砲兵、砲兵、砲兵は陸上戦闘を行う陛下の一つであり、火砲、大砲ロケットミサイルによる支援攻撃を担っている。日本の陸上自衛隊では特化と称される自衛隊用語。20世紀初頭、特に第一次世界大戦以降において砲兵が多用する間接射撃による攻撃は目標へ正確に断着歴。 自らの位置が露呈しない限りにおいては非常に有効な方法である。また、戦闘前面から数キロメートル以上離れた位置から射撃できるため、直接射撃による攻撃を受けて部隊が損耗する危険を小さくできる。特に比較的低コストである砲弾を多量に投射できる大口径の火砲を多数並べて一斉に射撃する攻撃では強固な陣地構築物を除いて、 あらゆる目標物が広範囲に破壊できる。有志以来、砲兵と火砲は野戦において重要な役割を果たしてきた。特に三十年戦争、ナポレオン戦争では、カノン砲、カノン砲、カノンや、榴弾砲を持つ砲兵の有無、火砲の数と配備位置が勝敗を決した。さらに、工場戦においては大口径の銃砲がなくては、外壁を打ち崩せなかった。 近代的な火薬、創薬を使った火宝は15世紀頃から見られるが、それらを扱う専門の兵かたる、砲兵が確立されたのは18世紀のフランスであり、砲術火山イコールバティスト・バケット・ド・リボーバルによる組織改革に橋を発する。それ以前は、火宝の運搬は民間の受け負い業者、軍部の仕事であったが、グリボーバルは運搬、整備、射撃までの一元を軍の将兵、 法兵の任務とした。また、法兵将校を育成するための軍学校を設立し、法術理論及び戦術を教授した。法兵は運用する法の種類によって3つに分類できる。国や時代によって様々な編成が存在するが、一般的な事例としては、師団法兵として1個師団に1個法兵連隊が存在する。1個法兵連隊の編成は2から4個大隊で、 大体は2から4個中隊で編成される。砲兵は中隊単位でバッテリーと呼ばれる人揃いのシステムになっており、砲撃は最低でも中隊単位で行う。砲兵連隊の大隊数は同じ手段に属する不評連隊の数と関連しており、不評連隊数と同じ数の大隊が編成される。また、不評連隊を自家教支援する部隊とは別に、 全般支援を行う重宝を運用する大隊が損していることも多い。砲兵連隊は法律を構成する中隊に、式小隊と観測班小隊に弾薬を運ぶ。断列が集まって大隊が構成され、大隊が集まって連隊となる。砲兵は、その運用に、弾道学に基づく複雑な計算を必要と、するために高い教育を受けた将校と可視観を必要とする。 教育水準の低い国では優秀な砲兵の確保が難しい場合も多く、砲兵の能力の低さから、砲戦能力が制限されることも多く、砲兵将校の能力不足から、間接射撃が行えずに直接照準に頼った、運用が行われることもある。陸上自衛隊の事実上の前身である、日本陸軍の時代においては、概ね、第二次世界大戦頃の砲兵の兵士として、 野砲兵、三砲兵、気砲兵、重砲兵、野戦重砲兵、急砲兵、迫撃砲兵、噴身砲兵、速射兵、降射砲兵、機関砲兵、船舶砲兵などに分かれていたが、現代では、火砲の発達や、ドクトリンなどの進化により自然に投配合が行われ、基本的に、対地攻撃、対艦攻撃を行う、野戦砲兵と、対空攻撃を、 防空砲兵に分かれ、前者者者をを野戦特化と後者を後者特化化とと後後称している。現在の中規模では、下方定数の大幅削減が計画されており、野戦特化部隊は、北部方面隊霊下部隊を除き、四個方面隊の四段旅団の特化、連隊を呼び、二個方面特化隊が廃止、縮小、再編され、方面隊直轄の特化、連隊に再編される予定。また、 高射特化部隊でも、方面隊直轄の高射特化軍と、四段旅団の高射特化部隊が再編される、予定の方面隊がある。特化団及び方面特化隊は、特化軍及び直属する特化大隊、地対艦ミサイル連隊を機関とし、工術する情報中隊を拡充した観測中隊、第303観測中隊は、特化共同隊に編成1個と、 本部中隊を編成し、特化軍及び直属の特化大隊、地対艦ミサイル連隊をもって編成している。特化大隊は、師団全般支援を担う射撃大隊であり、必要に応じ、師団旅団の特化、連隊、戦闘団を増強する、予備戦力として運用する。北方、東北方、西方のみの編成となっている。機動団旅団に改編された第8団び、 第14旅団は重武装である特化火力 FH-70 を方面隊直轄運用として再編成し、西部方面特化連隊、中部方面特化隊として編成している。そのため、西部方面特化連隊については2018年度末に地域防衛士団である第4師団の第4特化連隊を編入させ増強するとともに、重装備の方面隊管理を予定している。 地対艦ミサイル連隊は、現状、特化団に3個、東北、西部方面特化隊に、各1個の、経営5個連隊が編成され、本部管理中隊及び4個射撃中隊機関となっている。本部管理中隊に捜索標定レーダー装置12機とレーダー中継装置12機と、指揮統制装置1機、各中隊本部に射撃統制装置が1機ずつ配備、各中隊に、 六連装の発射機と装填機が四機ずつと、ミサイルが四発ずつ配備されている。本部管理中隊が策的標定、指揮統制を行い、各中隊本部に伝達し、中隊本部が射撃統制を行い、各中隊ごとに射撃を行う。地対艦ミサイル連隊は、連隊の性質上、固定編成であるが、方面特化大隊の MLRS が、 クラスター弾から GPS 誘導弾に換装したため、MLRS による対艦戦闘が可能になった。そのため、地対艦ミサイル連隊に MLRS 大隊を増強させた対艦戦闘部隊を編成し、地対艦攻撃を行う。普通科連隊に連続する射撃大隊及び軍編成は全般支援を担う射撃大隊を機関とし、各射撃大隊等の支援を行う。 情報中隊及び連隊等本部を支援する本部中隊で構成されている。各射撃大隊には本部管理中隊及び2個以上の射撃中隊が編成され、大隊本部管理中隊が実際の射撃完成、初言計算等の射撃に関する全般支援を担っている。また、射撃大隊には普通か戦車戦闘団連続指定された大隊と、 師団全般支援を担う射撃大隊が存在し、前者は全ての特化連隊に存在しているが、後者は北部方面隊の一部の特化連隊に限定されている。軍令下の射撃大隊は、方面全般の射撃支援の他に必要に応じて軍、もしくは大隊単位で各普通化戦闘団へ連続する。普通化連隊への射撃支援を担う射撃中隊3個、及び 射撃中隊の射撃管制及び隊本部の支援を担う本部管理中隊で構成されている。師段特化連隊と違い各射撃中隊に対する管制、諸元計算等は中隊単位は行わずに全て隊直轄の本部、管理中隊が行っている。基本原則は中隊単位では各普通科連隊への射撃支援は行わず、特化隊全般が必要に応じて、 余団霊下の特定の普通科連隊への射撃任務を行うが、状況に応じて普通科連隊への霊属が中隊単位で行われることを想定し、中隊長の階級は射撃大隊霊下中隊の1位に対し、一般には大隊長クラスとなる3差が指定されており、運用能力の向上を図ってい第1.3師団については、成形中枢師団として編成されているため、大隊編成でなく、 四段特化隊と同規模で運用される。普通科連隊に編成される、銃迫撃砲、120mm 迫撃砲 RT は、通常普通科隊員が操作し、教育も普通科共同連隊で実施されているが、野戦特化が運用する部隊が存在する。第一空挺弾特化大隊は、従来 105mm 榴弾砲を、ヘリクーユ等で運用していたが、その光景である。 FH70 はヘリ空輸が難しい、可能であるが、実用的でないため、空輸しやすく後継の大きい重迫撃砲へ、装備転換を実施した。3個射撃中隊編成となっている。水陸機動弾特化大隊も、輸送性の等を踏まえ、重迫撃砲を編成している。西部方面特化隊、第112特化大隊を機関とし、1個。 射撃中隊と一個火力誘導中隊を編成している。火力誘導中隊は、観測中隊、情報中隊と同様に観測石膏として法の射撃要求を行うほか、艦砲射撃や空対地爆撃の火力誘導を行う。なお、水陸機動連隊には普通化運用の重迫撃砲中隊が編成されている。速応機動連隊の火力支援中隊は、 普通火連隊の重迫撃砲中隊を野戦特化職に職種特に転換し、さらに廃止された特化連隊の一部人員をもって編成されている。対地攻撃を担っている野戦砲兵の任務の一つは、戦闘全面で直接照準射撃を行う近接戦闘部隊を間接照準射撃によって後方から援護攻撃することである。また、 これとは別に法の長射程下とロケットミサイルなどの発達により、砲兵と砲兵の火力戦闘、いわゆる対砲兵戦が前線の近接戦闘部隊の援護に先立って行われることも多い。初期の対砲兵戦に勝利できれば、以後の近接戦闘においても有利な戦闘が期待できる。主な砲兵の作業として、観測、射撃、移動がある。野戦砲兵は、 砲兵隊員自身や他部隊の隊員による全身観測員からの射撃要請や航空機、人工衛星による攻撃目標情報の他にも前線後方に位置する砲兵部隊自身が行う観測も実施する。これらの情報や他部隊部から情報も含めてすべてを素早く伝達、分析して敵の位置を特定し有効な射撃を行う。そのためには コンピュータとデジタル通信を活用した情報技術が導入されている。野戦砲兵部隊の砲撃は綿密な射撃計画に基づいた計画射撃を行うことが多いが、戦闘正面の部隊からの射撃要請によって開始する要請射撃、また野戦砲兵部隊の前進観測者が後方の野戦砲兵部隊に目標座標を伝達して行う。 臨機目標射撃もある。その射撃の方法には大きく分けて、弾幕射撃と集中射撃がある。戦闘状況下における砲兵の移動は2種類に分かれる。一つは、戦闘前面の移動や、近接戦闘部隊の移動に合わせて、その展開位置を移動することであり、随時行われてそれほど緊急性はない。別の一つは、 敵への射撃後に予想される敵砲兵からの対抗射撃による攻撃を避けるために移動することであり、可能な限り素早く移動することが求められる。もちろん、こちらから射撃を行わないうちに攻撃を受けた場合も素早く移動する必要がある。間接射撃を専門とする砲兵部隊は敵と接近戦闘する状況はできるだけ避けなければならないが、 不可避な場合には最低限度の自衛が行えるように、接近戦闘用の兵器として、間接射撃用火砲に直接照準用の照準具が備わっていたり、兵士の個人武装として、機関銃やライフル、ピストルといった昇降計画機も配備されている場合が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。